ただきます。楽しみ。ちょっとマルサを多分、見てる人には体験してもらえなさそうなのでちょっとあれなんですけど、いや丸い、よく地球が丸く見える丘公園とかいうのがよくあると思うんだけど、まさにそれがここ伊勢志摩でできるっていう感じ。なんかこれだけきっちりされてると車椅子でもね、ちょっと押してなっちゃうけど、行けるから。あーすごいなー。こういうのね、まあナイスビューって言うんでしょうね。さあ登ってみましょう。おお、すごい眺めだね。すごい綺麗。じゃあパノラマ展望台にちょっと行ってみよう。行ってみよう。見えてきた見えてきた。ここか。パノラマ。さっきのとこでもよかったけど、ここもどんな感じだろう。お。おお。ああ、こっちはこっちでいいよね。そうね、来てよかったね。こっちの方がさ、地球の丸い感がわかるかもしれない。おおおお。地球が丸く見える展望台っていう感じだよね。
時には読めたんだけど、ここはあの遠洋漁業の絡みで気仙沼のところと交流があって、その間からで絆の日っていうあたりをやってるみたいですね。本当に皆さんの結びつきが大事なんだなって。中を覗いて今日はお別れです。